ブレット・プレブルは、香港ジョッキークラブに所属する機種。オーストラリアのメルボルン出身。2001年12月、第15回ワールドスーパージョッキーズシリーズで、オセアニア代表として出場するため日本を訪れる。中央競馬初起場は12月1日阪神競馬、第9競争のゴールデンサドルトロフィーにて、エプソムソルジャーに起場し6着。 このシリーズは35点で5位の成績だった。12月4日には、そのだけ馬場で行われた第8回、インターナショナルジョッキーカップにも出場し2位となった。2001、2002シーズン、23歳でオーストラリア・ビクトリア州のリーディングジョッキーとなる。以降アジア各地で起場する。2004、2005シーズンから本格的に香港で起場する。 466戦37勝で、香港リーディング8位。第38回スプリンターズ・ステークスでは、単勝8番人気だった、ケープ・オブ・グッド・ホープに起乗し3着になった。2005、2006年シーズンは479戦63勝で、香港リーディング2位。2006年、第6回チャンピオンズ・マイルをブリッシュラックで制し、 第56回安田記念も同馬で制し GI で中央競馬初勝利を挙げた。それと同時にアジアマイルチャレンジで総合優勝となりボーナスを獲得した。また12月には第20回ワールドスーパージョッキーズシリーズに出場予定だったダグラス・ホワイトが辞退したため代役で今回はアジア地区代表として急遽参戦し30点で5位の成績だった。 2009-2010年シーズンは年間を通して好調を維持した。一時はホワイトに大きな差をつけてキシ手リーディング1位となり、2010年6月20日には香港ジョッキークラブのこれまでの記録を破る1日6勝の固め打ちを見せたが、翌週にホワイトが1日5勝して差を詰め、7月には逆転されてわずか1勝差でリーディング2位となった。 2011-2012年シーズンは同郷のザック・パートンが勝利数を伸ばし、熾烈なリーディングに争いを演じた結果、わずかに1勝を呼ばず、61勝でリーディング3位に甘んじた。2012-2013年シリーズでは、88勝を上げた2位のパートンに比べ、半分以下の42勝に終わり、世代交代を印象付ける結果となった。2013 2014年シリーズは不審で、2014年1月現在で11勝と、リーディング中位に甘んじている。ありがとうございます。